はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の定積分で表された関数の ② をやっていきます。で、今回ね、また違うタイプの問題を3問やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は前回のその微分してっていうものではなくて、関数 fx を、こいつですね。こいつ。3番ちょっと違いますけど、を求めなさいという問題。で、1番、2番は同じやり方。で、3番はちょっと違うやり方をやっていきます。で、この1番と2番、まず特徴的なのが、fx が置いてあって、イコール、こっちは x 分の1で x になってますけど、プラス後ろにインテグラル ft が入ってるもの。しかも t だけのね、積分でまとまってるものが来てると。これが特徴的です。で、まずちょっと1番を丁寧にやっていくと、方針としては、fx を求めたいので、fx イコール x 分の1、こいつさえ、このインテグラルの部分が3ってもし分かれば fx は x 分の1プラス3って分かるわけなので、こいつ求めてえなって思うわけよ、発想としてはね。なのでまずここを k と置きます。いいかな、こいつを k と置く。で k と置くことで fx は書き直すと x 分の1プラス k になりますよね。これを k って置いただけです。で、これを置いたことにより、fx がこれならば、ft は、x をね、t に変えるだけなんで、t プラス1イコール k ということもわかります。そうすると、この ft の部分にこいつを代入することができる。で、今は全体を一気にやっていくんじゃなくて、この部分だけまず計算していきます。この部分。だから、インテグラル。1から2。で、今 t で ft のとここれ入れられるから、t かけるこいつです。t かけるかっここいつ。で、ちょっと分配してしまうと、1プラス kt となります。いいかな？ちょっと駆け足でいってしまいましたが、ft の部分をここに代入すると、t を配って、ここに配ると1。ここに配ると kt になるから、こうなると。で、これは t の積分なので、やっていくと、1はね、そのまま t。で、これは k は定数なので、t を、こっちの分をね、積分すると、2分の 1t の2乗。だから、2分の、k、t の2乗となります。の1から2ですね。こっち行きます。で、まず2を入れると、2プラス、約分して 2k か。2k。マイナス1入れると1プラス2分の 1k とこうなる。で、まとめちゃいましょうか。まとめると1プラス2分の 3k ですね。ということで、このインテグラルの部分計算していったらここまで綺麗になりましたと。で、最初にこれを k って置きましたよね。ってことはこいつもイコール k なわけです。これがk なんだから、これも k ですね。で、これを解くと、k イコール、こっちで2分の1になるから、マイナス2か。k イコールマイナス2と分かりました。はい、これでもう終了です。なぜかっていうと、最初にも言ったように、fx はこの部分さえ分かればよかったんです。3って分かれば、x 分の1プラス3だと。今やったら、マイナス2って分かりました。ってことは、ここがマイナス2なので、以上より fx イコール x 分の1マイナス2と、これで終了となります。いいかな？2番も同じ方針なのでちょっとだけ復習しておくと、このタイプの問題が出てきたらまずこの部分を k と置いてください。k と置きます。k と置くことで fx がこう置けると。fx が置けたんだから ft も置けると。こうやってね。じゃあ ft が置けたので代入して、この k の部分、インテグラルの部分だけ計算していきます。ブワーッつって。そうすると k が出てくるので、その k を最後に戻せば fx が出せますよと。よろしいかという感じでね、2番もいきましょう。で2番も同じです。この部分を K と置いていきます。そうすると、一応書こうか。fx は x プラス k となる。つまり ft は t プラス k ですね、ここ。で、分かったので、いきましょう。インテグラル0から1。ft がこれだから、t プラス k で e の t 乗 dt と。さて、これはですね、こっちはちょっとめんどくさいんですね。まず e の t 乗を配ると te の t 乗、ke の t 乗になります。いいかな。で、インテグラルを分けましょう。2つに。分けると、01の t の e の t 乗 dt と、こっちは k は定数なんで前に出しますね。0から1の e の t 乗 dt と。今分けただけです、2つに。後ろはいいですね。これはもうすぐ積分できます。さあ、問題こっちです。t×e の t 乗。さあ、これを見たときにね、あれやって思ってくれたら嬉しいんですけど、これは e の t 乗が消さなくてよかったわ。e の t 乗を微分したものと考えてやっていきます。なので、まず、これを置いた状態で、t、これとこのまんま入れて、0から1、引くことのインテグラル0から1、微分してそのまんま。詰まった。微分してそのまんま。だから、e の t 乗、dt プラス、一応書く ?0 から1の e の t 乗 dt と。ほい。長いな。ここを入れていこうか。いっか、これ。あ、でも、もう一行いけるよね。あ、幅取ったもんね、今回。じゃあ、ちょっと一回、これ、このまんまにして、全部積分しちゃおうか。e の t 乗を積分しても e の t 乗なので、まあこれ、まあいいや。なんでもないです。0から1プラス、k かっこ、これも同じだね。e の t 乗で0から1と。さあ、丁寧にいきましょうか。まず1入れます。1入れると、1かける、e か。e。でもこっち、0入れるとね、t がいるから0になるので、ここは、一応こう書いておきましょう。こうですね。で、次は1入れると e、引く e の0乗は1なので、マイナス1が発生します。プラス、k、かっこ、これも同じだね。e マイナス1と。あれあれで、怪しくなってきた。どうしたか。e マイナス e なんで、こう消えますね。消えて、プラス1だから、ke、マイナス k プラス1か。はい、こうなりました。で、こいつがね、イコール k。さっきと同じです。こいつは計算したもともと k って置いてるので、k になりますよと。で、これをまとめると、ちょっとさ、これはこっちでやろうか。k まとめると、こっち持ってきて 2k でこっち持ってくると、くくるとこうか。2マイナスe の k となって1が残るから両辺 2-e で、これ0なんないからね、こう割るから k は 2-e 分の1とこうなりますよと、答えを左に書かせてここですね。なので、k をここに戻すので、やべ、インク頑張って、インク、ちょっと待って。これね、見にくいんだよね、青の稼いだのって、動画で見るとね。まずい。しまった、持ってくれよかった、新しいの。見えるかな、ギリ見えるかな。で、x プラス2マイナス e 分の1と。これが2番の答えとなります。今回ここでね、部分積分入ってますけども、まあそれを使うだけです。今までやった知識には変わらない。ちょっと計算が多くなってますけどね。やってる方針は全く同じなので、こうやってください。で、この流れというか、このタイプの問題でも、このパターンもね、結構あって、まあこっちが有名よ。定期テストだったらこっちは絶対抑える。もう出るから。1問は出るから。テスト内入ってたらね。で、こっちはちょっと特殊で、まあこういう置き方をしてないんですよね。で、ここをまとめて K って、ね、流れ的に行きたくなる気持ちもわかるんですけど、X 入っちゃってるしね、まあ、このまま行ってもちょっとうまくいかないと。じゃあどうするかっていうと、これ全体をね、一気に微分していきます。そう。何か置くとかじゃないの。ゾーって微分して倒していく。で、どうなるかっていうと、まず、ちょっとここね、ft を配って分けると、これ t の積分なので、xft に関しては、x 前に出てきます。これは ft の積分だから。今これをここに配ったやつ。x インテグラル ft ね。で、こっちに配ったのは、マイナスインテグラル、これは tftdt。今から分けただけで、分配でね。まあ、この状態です。これを一気に微分していきます。さあ、ddx ですね。x で、微分していきましょうと。そうすると何が起こるかっていうと、ここちょっとポイントです。ここ。これ微分するんですけど、x っていう関数と、そのインテグラル、ftdt っていう関数が2つかかってます。2つかかっている微分なので、微分してそのまんまで微分ですね。いいかな？ OK。だから微分してそのまんまだから、微分すると1なんで、まずそのまんま、入らないからこっち行くか。そのまんまだから、1から x の、ごめんね、喉がね。こうなります。で、そのまんまで微分だよね。こいつの微分は前の動画でやったように、中身が ftdt、つまり t しか使ってない状態で、定数から x だよね。1から x の微分ってことは、これ fx になるんだよね。これ前回の動画でやりました。つまり、xfx です。そのまんまで微分すると fx だから。だからこの場所の微分するとこうなります。で、後ろは中が t 入ってますけど、tft も全部、t の関数になってるので、定数から x 微分すると t を x に変えるだけ xft とこうなります。fx ね。これは微分するとこうなる。で、イコール。右辺は普通にこれも微分するだけなんで 4x4 乗は 4x3 乗。これはマイナス 4x で、プラス3消えますね。定数なんで。はい、こうなりました。で、そうするとですね、まあ都合よく消えるんですね、ここが。同じものが出てきて。つまり、インテグラル1から x の ftdt イコールこうなりました。さあ、こっから最終的にゴールは fx です。こっから fx どうやって出せばいいかなって考えたときに、なんともう一回微分します。はい、ddx 発動しましょう。もう一回ですね、微分。なぜかっていうと、これね、ftdt、中が t だけの状態で定数1から x までの積分になってて、こいつを微分すると、さっきまでずっとやったね。これ微分すると、なんだって fx 出てくるから。あらあらと。求めたかったあなたと来ましたねと。だから、あとはこいつをまた同じく微分すると、x3 乗は 3x2 乗になるので、12x2 乗。で、これは微分すると、マイナス4なので、これで終了となります。まあちょっと特殊ですけどね、この中では3番特殊になるんですけど、まあ普通に多分みんなが持ってる問題集とかにもさらっと1問載ってたりします。この流れで、あ、これねって、お前なんだよみたいな流れ出てきたりするので、まあそれがテスト出てきた時でも、知ってればかなり対応しやすいね、この問題は。だって計算量を見てもわかる。すごく少なく済むので。まあ、ぜひね、こういうパターンの問題もあるっていうことは覚えておいてください。では、今回はね、定積分で表された関数 ② をやらせていただきました。で、このシリーズ ③、④、続きます。で、次回 ③ が極値の問題。で、その次が、最大最小化の問題扱っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。